なんかさ、あんたのことを私がさ、いじりすぎみたいなさ、あー、なんか書いてあって、コメントかなんかでさ、書いてあってさ、そう、はい、それがかわいそう、いじんたりとかしなかったら、この子の笑いは成立しないから、私が拾わないと成立しないじゃん、うん、突っ込まなかったらこれどうなっちゃうのよね、もしんがさーあなっちゃうかも、未だにりょうちゃんをいじめるなってあるいじめじゃないよね、いじめてるより見えないって思わない、うん、お前が決めんのやつになるよ、うん、いやなんかその好きゆえにっていう気持ちもわからんでもないよ、だからちゃんと理解できてないってことだよね、本質みたいなのね、でもなんかさ、バカなのバカ、いやそれもそうなんだけどさ、言うたわ、うん、違うバカはさ、なんか俺もいじっていいみたいな感じですごいいじってくる、いろんなバカいるもんね、それはイラッとすんだよ、わかるわ、それもそうね、関係性なんだ、お前じゃねえし、あ、そう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 、わかるわかる、うん、本質を分かってない人はさ、うん、冗談が通じないのよね、うん、そういう人の方がいじめだと私は思う、あ、うん、そうね、何なんだろう、ごめんなさい、おなら、ごめんなさい、じゃあおなら、携帯乗っちゃった、だとしたら一定の音だったもんね、ほら控えめレディだから控えめだったか今のまあまあ響いたよ、ブーってごめんなさいごめんなさい、ねえ、うまいもんかな、なんかそこだけ見てるからなのかね、あーかな、うん、前のそういうのとか見てないでそこだけボンって見ちゃってるからなんじゃない、うん、そういう人がメディアに謎に踊らされるタイプでしょ、あー、うん、なんかよく見もせずに、はいはい、そうなんだみたいな、うん、で叩いてみたりとかするタイプなんだよ、だから結局バカなの、うん、はいなんか始まる乙姫これ波あるよねブン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 に合わせてみたいなリズム天国みたいな音に合わせてクソだねみたいなもう一曲遊べるぞみたいな太鼓の達人とかもう一回出るぞ連打すごいね、乙姫ってすごいね、うん、引っ張りすぎなだけだと思う、あ、そうね、うん、あんま引っ張ると編集で困るなんかちょっと監督なんか前ちらっと話しましたよ、ウィンタースポーツは、ウィンタースポーツの思い出、私はもうスノボー好きだったよ、へースキーもスノボもやできると思う、未だに多分ビデオとか撮ってたんだけど、うんうん、スパルタだったのうちのおじさんが、うんうん、でゴンドラあるじゃん、リフトがあってゴンドラがあるじゃん、うん、でゴンドラの方がもっと上行くじゃない、うんうん、スノボ始めて2日目ぐらいなのにゴンドラに乗らされて降りるしかなくなったわけ、行くしかないわけよ、もう登っちゃったから、で、まあね、まさかの先行かれるし、ね、うん、小5よ私、置いてけぼりにされて、でも降りるしかないから、まあ別に行けるっしょと思ったらシューって滑ってたら岩っていうかその塊みたいなのにバーンってぶつかって、絶対私ここを中心に回ったのよ、へそを中心にね、だからこう転ぶとかじゃなくてここを中心にスンみたいなで多分回ったの多分、うんうん、うーんみたいな、ビデオカメラを見る限りでは雪降ってたからこうモヤモヤっていう中から片っぽ足が外れてこういう状態の私がスーンってあの霧の中から出てくるみたいな映像になってて、雲の中から降りてきたみたいな氷だよすごいね、斜面だから全然もう止まらない止まらない、そういうのやってみる、どういうどういうの、スキーとか回転するってことは違う、もう一度みたいなもうあの名場面をもう一度何がびっくりって無傷ってところだよねあんた本当すごいよね、ああ、ゆうちやった、スキー一回だけやったことあるけどもう二度とやらないって心に決めて、もう無理、足こうやってさ滑るじゃない、うん、でも結局こうなっちゃってこうやって足もまた裂けるみたいな感じになっちゃうって、嘘そんなことなる、スキーのがさ最初だったのよ多分、うん、幼稚園ぐらいから多分やってて、右に重心かけると左に曲がるんだよ、そうなんか私だけ逆なのねいつもなんか私全部においてそうなんだけど教えられたことってやっていきないのよ、なんか、はい、じゃあこっちに重心を置けるとみんなで一緒に曲がりましょうって言って私だけ違う方曲がっちゃうから、なんかみんなが左足やってる時に私は右足に重心かけてみんなと合わせるみたいな危ないからガチャンとするから、すごいね、全部そうだから、ジムとかも柔道とかも基礎できないのに応用できちゃうみたいなタイプだったりとかする、なんかなんでこれできないのにこれできんのみたいなのがよく起きる、天才派だっつうか、なんかこうそういう感じなんだろうね、なんなんだろう、感覚全部そうなんだよね、だからこれ
俺らがいつも悩んでるよ。なんでこれになっちゃうんですかね。どこが痛いですかって、ここですかみたいな。とにかく教えられたものはその通りにできたことはない。逆に私、人に教えるの苦手だもん。あ、わかるが、わかるがだった。私もそっちのタイプ、人教えれないもん。教えられない。部活の時とかバレー部だったからさ、後輩いる時とかに、ゆうさんこれってどうやってこう打ったらいいんですかって言われても、あ、もうここ球があってここを横シュッてやってパンってやってピッてやったら、あ、わかるわかる、それで言っちゃう。わかる、感覚型のおかまたちってこと。なんか聞こえはいいけど、でもなんか教えられた通りにできないってひねくれてるみたいな感じもね。絶対やらないみたいな。それは私の結果。下に教えることができないから、私飲み屋なんて余計にそうじゃない、どうしたらいいですかとか、話し方を教えてくださいっていうのが一番困るよね。話し方っていうか、その何を話せばいいですかみたいな。なんかさ、語り部さんじゃないんだからさ。決まってないしね。どうやったら柔らかく喋れますかとか。物腰ってこと？なのかな、わかんない。物腰柔らかいのはあんただけだよね。そんなに柔らかくなくない？柔らかいよ。優しさに比べるよね。その物腰柔らかいってどういう、例えば。優しく言うとかじゃない、言い方。あとあれじゃない、声のこういう。大きくしたい、ちっちゃくしたいみたいなこと。あ、そうそう。びっくりしたじゃん、急に大きくしたら。だって最初環境がいいじゃんね。そうだよ。ね飲んでる最中だと、もうすごいじゃんね。ダブってなっちゃう。急にそこだけっていう。なんだろう。10分前行動とかもあんまりないんだろう、うん、早めに切ってなんかちょっとでも覚えようとかさ。そういうことすると残業がどうのこうのってなるでしょ。まあでもそこに繋がってくるんだと思う。30分40分ぐらいさ、普通に良くない？って思っちゃう世代なんだけど、思わない世代ってことでしょ今。早く独り立ちした方が妻でも怒られるの嫌だし、なんかもう自分でいろいろ見つけてやってった方が、その分なんか金を起こすみたいになるわけでしょ。確かに私もなんか覚え悪いから、自分でそれ分かってるからもう早めに言ってたもん。なんか何がどこにあるのか、ね、そう全部見て回りたいもん、さあ向こうも向こうで上の人もなんか頑張って覚えようとしてんだみたいな風に繋がっていくじゃない。そうね、いやグラスのさ洗うでしょ、でグラスのカゴを乾かしとくでしょ、こうバーンって置いとくでしょ、でもまだ洗い物があるわけで、何かをこう手伝うってなった時にグラスを拭いて下げるのが先じゃん、でこっちはじゃあそしたら洗ってまた置けるじゃん。なんかわかんないけど手伝おうってなった時に一緒に洗っちゃったりとかする人がいるわけよ。何の二人三脚なの。あれはだからさ、何とりあえず一緒に洗ってそこに洗ったら置くじゃんって、薄いで置くじゃんって、置けないじゃん今こっちじゃないっていう、言わないと分かんないわけでしょ、が分かんないのよ多分。全部そうなの。仕事してて多分今この人、まあその初日は分かんなかったとしてもさ、2、3ヶ月働いてたら慣れてくるね。今この作業してるから次これだよね、じゃあこれ必要だよねみたいなのを分かっ、なんとなく動くじゃん、で動くとさ、先輩なのかは分かんないけど、あ、ごめん今それじゃなくてこっち先やってとか言われたら逆に言いやすいわけよ、こっちも。まあ確かにね、動いてくれるから。マジでさ、自分が今やってることが終わったらこうやって立ってる子いない？あ、いる。あれ何燃やせばいいの？あれ火あぶりとかすればいいの？動け動けって。でも結局自分がやっちゃう、やっちゃうと変わんないからやらせんだけど、なぜお前はそこにしかいなかったのにその目の前のお客さんのグラスは空いているのかしら、どうすればいいんだろうね。何も見えてないんだよ。いろんな人がいるよねっていうのは分かるじゃん。あ、それはもちろん。私多様性結構分かるから、まいろんな人いるよねって思えるけど許せないタイプなんだなと。理解はしてるけど許せないタイプ。いることはしょうがないし、今いるよねそういう人、いるよね、でも許さないけどね。分かんないなら聞けばいいじゃん、分かんないなりにできることもあるしね。で指示出す方もさ、あのもちろんだったらさ、あ、じゃあこれやってこれやってとかやるんだけど、それしかやらないじゃん。だからその流れも教えるのよ。これやったらこれやって、これ終わったらこれやって、これ終わったらこれやってねってやるんだけど、それを毎日言わなきゃいけないの。ノイローゼ。なんか別にそれを一回言えば、その次の日から、あ、じゃあこれもやっとこうかなって自分で確認して、あ、これできてないからこれやっとこうかなとかじゃないのよ。毎日1から10までやらなきゃいけないの。ほぼだからうちのおばあちゃんと一緒。アレクサみたいなことです。あ、そう。アレクサの方がでも覚えてくれるよね。まあ確かにね。連携とかできるようになってきますからね。あ、そう。だからもうそれこそ家帰ったらリセットよ。ね、たまごっちみたいに。城のちっちゃいボタンですけど。ピーって。で、次の日、はい、おはようございます。また赤ちゃんから。しかー、じゃああいつらたまごっちだと思えばいいのか。でも許せないでしょ。
うんこと一緒に流すよね。ザーってね。喜んでてね。はぁ、すっきりとか言って。うんこと一緒に流されてね。喜んでて、バッて。しかもお世話しても進化しねえのね。そうなんだよね。あー、なるほど。ずっとベビッチのまま。あー。